必勝本女子部ナンバシオット。はい、始まりました、ナンバシオット。はい、私も今回で3回目の出演となります。はい、この番組はですね、はい、この代々受け継がれてる私の重宝しているカンペを読ませていただきますよ。この番組はバチコ必勝本ライターで結成された必勝本女子部の部員がご覧の皆様へプレゼントを獲得すべく、毎回1人ずつだったんですが、最近は1人ずつもしくは2人ずつね、はい、実践を行います。はい、毎度ねおなじみの楽園なんば店さんにお邪魔させていただいております。はい、前回なんですが、鈴鹿ちゃんとくるみんが、実践して、くるみんはねすごい出してくれたんですよね、スロットで。だけどちょっと先輩の鈴鹿ちゃんが足をちょっとね引っ張っちゃったみたいで、プラス、7500個っていうことで、まあまあプラスだったんですが、やはり私たちの目指している3万発以上の、海外グアム旅行にはちょっと及ばず、はい、まだ出ておりません、3万発以上。まあ出せるのは私だけでしょうね。はい、なんと歴代記録は私2回目に記録しているんで、私が最高記録ですね。だけどちょっと一歩届かずだったんですよ、その時も。なので、今回こそグアム旅行を皆さんにプレゼントすべく頑張りたいと思います。はい、もう台の方は確保させていただきました。ですね、今回はルパンザエンド、ジエンドで、朝一は実践を行っていきたいと思います。結構ですね、そこにもルパンがいたし、朝一入ってくる時もちょっとルパンの BGM だったんで、ちょっとね狙ってみました。はい、ルパンで3万発以上出していきたいと思います。では実践行ってきます。朝一はですね、ルパンザエンドにて、実践を行いたいと思います。グアム旅行プレゼントします、頑張ります。ざわついております。まあこれゼロまでいきますね。タイマー発生した。20秒。イジさんのタイミングですね。緑保留のままじゃきついよ。銭形参上したらめっちゃ熱いじゃないですか。ブースト出てほしいよ。いや、タイトルも普通。ビラもダメですね。チャンスアップ的なのが弱い。シューティングかな、
介するところは、もう一丁。あー降りこなかった、残念。この今日収録日3月末なんですけど、東京では予報が雪とか言われてる日なんですよね。ちょっと舐めてた、場所ミスりましたわ。寒いよ。寒くない？内側行かない？寒い。移動します、ごめんなさい、寒すぎる。この辺にしてみようかな。あれでも37で止まってるのは怪しいから、ここにしようかな。あったかい台に移動してきました。はい、ですね、ちょっとさっきは台も静かだったので、紅葉もしてなかったから体が冷えちゃいました。暖かいところで熱い演出を出したいと思います。頑張ります。さっきトイレ行ってきたんですけど、楽園難波店さんは水道洗面台のダイソンのやつ超いいですね。風が強い。いいな、あれ欲しいな、家にも。家タオルあるけど。ルーレット保留入りました。赤サード以上の保留出したいですよね。まだ緑しか出てない。緑、あーもうすぐ発展しちゃった。タイトル普通、出てこい。うん、シューティングチャレンジ、ボワ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 、へい、いかない。1万円なくなっちゃった。でもね、確か前回いっぱい出した時も1万円は使ったと思うんですよ。1万500円で当たってます。1万500円で当たるかな、今回も。あ、カラーストックチャンス、キン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 、ハテナハテナハテナ、いや2個かい、3個は欲しかったな。しかも何色だかわからない。グリーンじゃないよ。グリーン、もう発展するの。いいね、3つ。レッド、あーここの扉が、当たっちゃえ。
あ、これシューティングあたり絶対そうでしょう。当たったくせー。ゴールデンタイム、ゴールデンタイム、えい、小当たりかい。あ、小当たりに見せかけてのレギュラーだった。レギュラーやっぱり単発か。いやマジで1万500円で当たったから。でもちょっと違うよ、これじゃないよ、欲しかったのはこれじゃないんだよ、当たりたかったのは。引き戻すしかありませんね。お、赤いビラが開かず、赤いぞ、ビッグチャンス。赤くならない。ジャックパターンで終わってしまった。早いな。4 3 2 1、ラスト。あー残念。時短で引き戻すことはできず、1万500円で今回も当たりましたが単発でした。え、この間は単発じゃないよね、最初 ST スルーでしたわ。じゃあまだ見込みある。あー、でも次8回転で当たってる。これあれ、もう108回転経ってた。8回転では無理でした。血玉で当たったらすごい嬉しいんだけどな。お、次元ストックした。藤子ストックくれ、藤子。お、ドロボーゾーン。お、3連サーチ、一番上まで行って赤でした。あー、ダッシュチャレンジ。完全ダッシュ、緑保留かい。あと3回で、あと3回。ここで止まることがいいんで多いから次行ってほしい。やっぱりここで止まることが多いんだよね。まあでも共闘はしますね、次元ストックしてるから。まあ弱いな。ビラーか。風船赤。で、次元出てきて京都。ちょっと弱いですよね。でも3人目五右衛門出てきそうにないもんな。間違って銭形出てこないかな、緑カットインで。ご苦労フラッシュ、白。
やっぱ2人までですね。全然ブーストしてくれないよですよね。あー、シューティングの煽りもないか。持ち玉がなくなっちゃいました。1万500円ではダメでした。斉藤氏、前半戦が終わっちゃうよ、そろそろ。単発1回じゃ寂しいな。やっぱりね、保留が緑までしか行かないのがちょっときついよね、図柄揃い狙うのには。3連サーチ上まで上がったぞ。あ、30秒ぐらいのタイマーが発動しましたね。でも青いタイマーが、3かなですね。耐えて、なんでバックしてっちゃうかな。金系の予告がないんですよ。シューティングチャレンジの煽りはもう一丁ない。前半戦終了。はい、ちょっとテンション高くはいけない結果なんですけどね。ちょっと朝一、ルパンザエンドを、打っています。今も打っています。1台目7000円打って、まあ、ぼちぼち回転率良かったんですけど、すいません、寒すぎて移動しました一番入り口にの近くだったのでちょっと風が強くて。で、2台目のルパンで総投資1万500円、この間無双でいっぱい出した時も総投資1万500円で当たって、そっから止まんなかったんですけど、なんと1万500円で当たりまして、ネグラボーナス、はい、あのシューティングチャレンジから雷雲かと思いきやレギュラーボーナスでした。で、時短で引き戻すことできず再投資をしています現在。で、今の総投資が1万6000円です。はい、まだそんなに投資かさんでないんですけれども、まあいい感じとはちょっと言いづらい展開にはなっております。グアム旅行は諦めていませんので、ちょっと鼻で笑わない鼻で笑わない、諦めていませんので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。後半戦も頑張ってきます。はい、それでは後半戦です。周りはこういうポーズがたくさん出てます。いいな私も出したいと思います頑張ります。マジの音スッカスカだよ。まだレギュラー移動前半戦終了しか書いてない。いっぱい書きたいよ。現在260回転なので、まあ確率ぐらい回して当たんなかったら考えようかな。319、
チンチチンって関西独特ですよね。あのコーヒーレディのお姉さん、カラン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 って、お通った通った、頼みたいけど頼む玉がないこれまで上がって上3連サーチ、そしてロゴは落ちて、大泥棒ゾーン、あー真ん中までしか上がんなかった。一番上までサードまで上がってほしかったな。全然疑似連してくれないの今日。ここも今日は一向に変わってくれません。頑張れお前、もう私はビッグドリームに行くぞ。当たらないと、当たりそうなのが1個も来てないんですよね。ルパン、ジエンド、終わりちょっとビッグドリーム行きます。ずるずるやっちゃいそうだから。ここ打とっかな。じゃあ59回も出てるよ昨日。まあ私が60連してやりますよはい、ビッグドリームに移動してきました。得意奇襲だから当てます。あのですね、初めてナンバーシオット来た時に、ガロ魔界の花で全然当たんなかったんですけど、399のビッグドリームで、初当たりは結構引きました259なので大丈夫だと思います。はい、レンチャンもします。今日は頑張りますよ。いや2500円で合ってます、あのカード2500円だから。すずかちゃんがね前回打ってるけど大当たりいけなかったっぽいから、私がリベンジしましょう。今ね右の長かったね、であと疑似もしてた、保留なくならなかったから、ただ弱いですね。ジャッジメントチャンスいったけど何もなし、何もなしです。チャンスアップ、だからここで宝石が出てくる可能性は低いんで、さらに2分の1に発展してくれるのがベスト。喋るな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 、あー喋っちゃった。復活もあるけどかなり薄い。あーダメでした、終わっちゃった。2万円、じゃあ3万5000発出さないといけないな。ちょろいですね。40連ぐらいすればいけるかな。やばい、毎日水を飲みまくっているからおしっこが近い。いやでも自分にノルマを課せよう。このカードがなくなるまでか当たるまで8500円、長い。当てよう当てよう当てた方が早いことを祈る。あー顔流来た、おしっこいけるかも、チャンス当たってください。2分の1、よし2分の1になったぞ。
熱い。チャンスアップくれないのか。真ん中にします。当たってもいいよ。でもこれおしっこ行かせてくれ。トイレ行ってきます。よし、ラウンドだけ取ったら行ってきます。やっといけるよ。177回転、まあ、52回転から始めたので、しゃゴールデンゲームを残してトイレ行ってきます。トイレから帰ってきました。これからゴールデンゲームです。今自分に褒美を与えたら当たったから、なんか褒美が欲しいな。充電したら新大阪までタクシーで帰らせてください。交渉。充電したら新大阪までタクシーでいい？ OK 出ました。よっしゃタクシー、タクシー、赤いの来い、赤いの。やめろ、青いの来んな、怖い。ちゃんちゃん、あやめれやめれ、うるさい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 。ちょっとまだまだなんだから。最後の審判を下す。ちょっと10連どころじゃないよ。まだわかんないよ。ここに16つけばいいから。16、16ついて、16ついて。電車で帰ります。もうすいません、調子こきました。タクシーで帰りたいとか。もう一回頑張ります。一回取りたかったな。もう寂しいよこの出玉じゃ。こんだけこれ寂しいよ。あっという間になくなっちまっただ。ジャッジメントチャンスには行きますね。ロング。いやでもチャンスアップないときついわ。弱いです予告が。あー2分の1にならず、なんもない。開くのちょっと遅いし。お、66%。チャンスアップ、ここでも惜しい。あーこっち高速点滅。いやーこれで2段階いくと思わなかったな。カモン、外れんのかい。だって高速点滅したじゃん、右だけ。復活、久しぶりに見たい。しません、しません。なんで今2段階行ったの。もう
あ、この二人はって言った。ジャッジメントチャンスには行くと思います。え、行かないの？ 25% ぐらいなかったっけ、この光はって。あー、こっち当たり臭い。やっぱりだと思いました。一応ね、昇格のチャンスもあるけど、えいですよね。でも初回のナンバーシオットマックスの方でここで出てきたんだよね、宝石。奇跡だわ。当たってるけども4ラウンドじゃなくて16ラウンドが欲しいよ。2回転連続とかある？あ、赤いし今度45%。 うわ、ざらにたまないんですけど3万円ちょうど使っちゃったからやめようかなと思ってたところです。あー、3分の1か。ボタンな、あー、いつものじゃなければ当たりなんだけどな。あ、ガタガタしてる。ガタガタ。マジかい、びっくりした。90回転。また10連したらいいかな、いいかな、いいかな、いいって勝手にいいっていうことにした。よし、まさかの大逆転。結果はエンディングをお楽しみに。実戦終了、お疲れ様でした。はい、じゃあ本日の実戦を振り返っていきたいと思います。朝一はルパンザエンドに座りまして、1台目ね、入り口付近の角台、なんかもう座ったのが懐かしいよ、あの時。今全然大丈夫だもん。あの、寒すぎてちょっと移動しまして、ちょっと内側の方にね、通路の内側の方にあるルパンに移動して、投資総投資1万500円で当たりました。しかしレギュラーボーナスということで単発で終了。その後ですね、総投資1万7500円までルパン打ったんですけれども、ちょっと実戦時間の方も短くなってきたので、最後は大好きなビッグドリームに移動させていただきました。はい、というわけで、本日の結果はですね、投資3万500円、まあ7625個、で出玉が2001個で、サダマの方がマイナス5624個、マイナスです。左遷グアム旅行に連れて行きたかったんですが、ちょっとね、難しかったですはい、シックスプレゼントはちょっと汚い家の中は漁って考えておきます。はい、次回はですね、あ、デブとガリコンビだちょっとだいたいわかりましたね。どっちがどうとか言いませんよ。鶴子さんとミッチーです。まあまあ、どっちも、一番ちょっとぽっちゃりしてる子と一番痩せてる子、どっちかどっちとは言いませんが、いやでも鶴子さんもうダイエット、次の収録の時には
1ヶ月以上経ってると思いますので、もしかしたらガリとガリになるかもしれません。はい、ただあの2人の引きが強いなんていうイメージは1ミリたりともどちらにもありませんので、まあ、マイナスかけるマイナスがプラスになる、奇跡を願うしかないかなとちょっと思っております。はい、でもなんかあの2人の絡みすごく面白そうなので、私もちょっと動画ね完成されたらすごい楽しみにしてます。皆さんもぜひご期待ください。それでは次回もお楽しみに。さようなら。バイバイ。ごめんね、グアム連れて行けなかった。